ブラック・ライブズ・マターがノーベル平和賞候補に挙がっています。プリンストン大学の元 IB リーグ教授、キャロル・スウェイン博士は、今回の候補者使命は、マルクス主義を正当化するための努力だと述べています。グローバルな人種差別抗議運動、ブラック・ライブズ・マターが、2021年のノーベル平和賞候補に推薦されています。プリンストン大学の元政治学教授、 キャロル・スウェイン博士にすれば、このニュースは笑い話です。スウェイン氏によれば、BLM が求めているのは、平和とは正反対のものだからです。BLM の創設者たちは、マルクス主義者を自称しています。創設者の一人、パトリス・カラーズ氏は、自らこう語っています。 BLM をノーベル賞候補に推薦したベッテル・アイデシュも、マルクス主義イデオロギーの信奉者で、ノルウェーの社会主義左翼党議員です。 アイデシは推薦上で人種差別とそれに基づく暴力に抗議する BLM を推薦すると書いています。スウェイン博士はこの推薦は BLM 組織とマルクス主義を正常なものとみなして合法化する企てだとの考えを示しました。 ニュースサイトアクシオスの報道によると2020年の BLM の暴動による損害は10億ドル約1054億円に上り保険制度史上最高額を記録していますスウェイン博士は各地で平和的にデモに参加する人々と グローバル組織 BLM 及びその創設者たちを区別し、支持者の多くは BLM の正体を知らないと述べました。スウェイン博士はこの組織の実態とマルクス主義の真実を学ぶよう促しています。 2021年のノーベル平和賞に推薦された候補の中には、中東で複数の平和条約を仲介したトランプ前大統領とその顧問、ジャレット・クシュナー氏がいます。受賞の決定は10月です。NTD ジャパンがお伝えしました。